皆さん、こんにちは。私、オタリテック株式会社 IP システムソリューション部の菅根と申します。今回は NAB2024 で発表されました、ホーム MC スクエア DSP をご紹介していきたいと思います。このアプリは、現在リリースされておりますビデオ処理用のホームアップですね。例えば、ホームマルチビューアーですとか、ホーム UDX 変換、そういったアプリと同様で、コッツサーバー上で動作いたします。この MC スクエア DSP アップは、まだリリースされておりませんが、IBC 2024頃にはリリースが予定されているということです。まず、ラボが MC スクエア DSP アップを開発するにあたりまして、モノリシックなアプリケーションですね。つまり、ソフトウェア的には、全体が一つのモジュールでできていて、分割処理をしない、そういったコンセプトで動作するような開発は、いたしておりません。その代わりに、ホームのプラットフォーム内で動作するマイクロサービスとして開発されまして、同じプラットフォーム上の他の既存アプリと統合できるように開発されました。この技術によって、少数の DSP チャンネルから数千チャンネルまでシステムを拡張することができるようになっています。通常、オーディオ IP デバイスは、現在の UHD コアのように 1G のインターフェースを持っていますが、ビデオのネットワーク環境では 100G 以上の帯域幅のインターフェースが一般的かと思います。ですので、これまではオーディオシステムをビデオのネットワーク環境に統合するためには、常にステップダウン型のオーディオリーフスイッチを設置する必要があったかと思います。この MC スクエア DSP は、標準的な NIC を搭載した標準サーバーを使用することで、10G、25G、それから100G のインターフェースを利用することができ、スイッチポートの数を減らすことができます。MC DSP アップは同じホーム環境に存在するため、ホームが提供する既存のすべての IO ストリームフォーマットにアクセスが可能です。ですので、ネットワークに接続されている JPEG-XS、SRT、NDI のソースからオーディオを直接統合することができます。その他気になる点といたしまして、レイテンシーが挙げられますが、MC DSP アップでは、レイテンシーを気にする必要はございません。MC スクエア DSP のレイテンシーは UHD コアと、同じレベルとなっています。今後は新しい MC スクエアコンソールを導入する際に、どのプラットフォームを使用するのかといったことをお客様の方で決めることができます。既存の UHD コアの専用のハードウェアユニットを使用することもできますし、ホームアップスプラットフォームが提供するソフトウェアベースの処理を行うということも可能です。UHD コアプロセッシング機能を搭載した MC スクエアコンソールをすでにお持ちで、例えばこのシステムを拡張したいといった場合、このようにですね、コンソールを追加して設置していただき、UHD コア処理と並行して、ホームアップスでプロセスすることができます。プロセス品質ですとか、アルゴリズムは全く同じですし、操作に違いもなく、また、肝心のサウンドにも違いはございません。これによって、多種多様な操作が可能となります。例えば、新しいアプリを即座にスピンアップすることで、ニーズに応じてオーディオ処理を拡張することができます。それから災害復旧として使用することも可能ですので、UHD コアシステムのバックアップ用途にこの MC DSP アップを起動することもできます。また、オートメーションシステムとのインターフェースを持つ MXGUI のクリスタルコントローラーと組み合わせて、小規模なヘッドレスミキサーアプリケーションに使用することもできます。さらに、オーディオオペレーターのプログラムをモニターするために、専用の外付けデバイスを追加するといったことをしなくても、
マルチビューアーアプリを実行させることもできます。フォームはコンソールに完全に統合されています。音声卓から直接 MC スクエア DSP アップを選択して起動することができます。チャンネル数を設定したりなどの細かい設定ができますし、チャンネル数も8チャンネルから最大2000チャンネルまで設定が可能です。あとは中央のスタートボタンを押すだけで処理機能が使用可能の状態となります。こちらのデバイス画面では実行されているステータスを確認することができまして、MC スクエアシリーズの Surface だけでなく、この App も接続されているステータスを確認することができます。ラオのニュークリスタルをコントローラーモードにして、第二言語番組向けなどの小さなサブミキサーとして使うこともできますし、大型のミキシングコンソールのバックアップミキサーとしても使えます。MXGUI は MC スクエアシリーズのオフライン、オンラインの設定用の無償版アプリケーションです。オンライン用途では音声卓横にディスプレイを追加してメーターなどを表示したりいたします。オフライン用途では、例えば放送局様の PC にインストールして音声卓のオフライン設定用で使用するということもできます。こちら無償版なんですけれども、卓面でできることが、フェーダー操作を含め全てできますので、例えば電車の中からリモートでこの MXGUI で操作したりして設定するということも可能です。クリスタルコントローラーモードの GUI を兼用する MXGUI ですが、Windows または Mac のラップトップ上で動作して、MC スクエア Surface のすべてのボタンと機能にアクセスができます。それではこちらがまとめですのでお読みください。ホーム MC スクエア DSP アップの紹介は以上となりますが、ご質問がございましたら、オタリテック株式会社までお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。